お世話になっております、マサルです。今回はケルベロス認証を使ったシングルサインオンについて一緒に勉強していきましょう。今回学ぶ内容です。まず最初にケルベロス認証について概要を勉強します。その後ケルベロス認証を使ったシングルサインオンの仕組みについても勉強します。それでは始めていきましょう。ケルベロス認証はマイクロソフトのアクティブディレクトリで採用されている認証方式です。名前からして難しいイメージがありますが、ケルベロス認証は名前の通り認証をするための技術です。つまり難しそうな名前でもやっていることは正規のものや人を判断するということです。必要以上に難しく感じる必要はありません。ではケルベロス認証がどのように認証するのかという話になりますが、まず誰を認証するのかから考えていきたいと思います。当たり前ですが、誰でも認証することができるわけではありません。どの範囲を認証するのか定義する必要があります。その認証範囲のことをレルムという言葉によって定義しています。レルムというのは王様が支配する領土みたいな意味の言葉です。認証システムが王様のように存在していて、その範囲をレルムという言葉で定義しているわけですね。そしてレルム内の機器を誰が認証するのかというと、 KDC キーディストリビューションセンターというシステムによって認証が行われます。 KDC の内部には認証サーバーの役割を持つ AS とチケット認可サーバーの役割を持つ TGS が共存していることが多いです。 AS と TGS の役割はそれぞれここに書いている通りです。 AS はクライアントを認証します。 TGS は各サーバーを利用するためのチケットを発行します。例えばクライアントがサーバー A を利用したいとします。サーバー A はケルベロス認証のレルム内の機器なので、クライアントは KDC にアクセスして認証要求を行います。認証要求を KDC に対して行うと KDC 内部の AS で認証を行い、認証に成功した場合は TGS からサービスを利用するためのチケットを交付してもらうことができます。クライアントは利用したいサーバーに対してTGS から交付されたサービスチケットを提示することで対象のサーバーのサービスを利用できるようになります。いろんな言葉が出てきたので、ここまでの情報を少しまとめてみましょう。ケルベロス認証というのは認証技術であること、認証範囲はレルムによって定義されていること、クライアントは KDC にアクセスして KDC の内部の AS で認証を行うこと、 AS で認証が成功すると TGS からサービスを利用するためのチケットが発行されること、そのチケットをもらってクライアントはサーバーにチケットを提示すれば利用したいサーバーからサービスを受けることができる。このようなところを押さえておくと次にお話しする具体的な流れが理解しやすいと思います。まだ説明しきれていない用語もありますが、詳しくは次のスライドで説明します。それではケルベロス認証を使ったシングルサインオンの流れを見ていきましょう。今回はこの KDC がレルムとしてこの範囲を認証しており、クライアントはサーバー A を利用したい場合にどのようにケルベロス認証を行っていくのかを見ていきます。まず事前準備として KDC とクライアントの通信で利用する共通鍵の設定をしておきます。この共通鍵を使うことによってクライアントと KDC 間で最初から暗号通信をすることができるようになります。では事前準備が完了したとして、実際にクライアントがサーバー A を利用したい場合を考えていきましょう。クライアントがサーバー A を利用したいときには、レルムとして管理している KDC に認証してもらうことになります。KDC にアクセスして認証情報を入力します。このときに KDC の AS によって認証が行われます。認証 OK の場合、AS は TGT とセッション鍵を渡します。TGT はチケット・グランティングチケットの略です。この後アクセスする TGS にチケットを発行してもらうためのチケットです。セッション鍵はこの後の TGS との通信で暗号通信をするための鍵の情報です。ちなみにここまでのやり取りは事前に登録しておいた KDC とクライアントの共通鍵を使って暗号化がされています。次にクライアントは KDC 内の TGS にアクセスします。TGS に対して TGT を渡して利用したいサービスのチケットを要求します。TGT というのはTGS にチケットを発行してもらうためのチケットでしたね。 TGS は TGT の内容を確認して問題なければサーバーを利用するためのサービスチケットと利用したいサーバー間で利用するセッション鍵の情報を発行します。ちなみにここまでの通信は先ほど AS が発行してくれたセッション鍵によって暗号化されています。
ここでようやくクライアントはサービスチケットを使って利用したいサーバーにアクセスして、サーバーからサービスを提供してもらうことができるようになります。なお、この時の通信も先ほど入手したセッション鍵によって暗号化がされています。このようにケルベロス認証を使って認証をしてチケットを発行することでシングルサインオンを実現することができるようになっています。それぞれ次の接続先と利用する鍵の情報を渡すことで暗号通信ができているというところもチェックしておきたいポイントです。それでは今回も動画をご覧いただきありがとうございました。最後におまけ動画を用意しています。最後まで動画をご覧いただけると嬉しいです。私はネットワークの基本を楽しく学べるオンラインコミュニティとツイッターを使った情報発信もしています。オンラインコミュニティは勉強だけではなく横のつながりができるようにいろんなイベントもやっています。無料お試し期間もあります。ぜひお気軽にオンラインコミュニティ遊びに来てみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ギリシャ神話には地獄の番犬ケルベロスなんてものがおりまして、ケルベロスは冥界の入り口を守護する番犬なんでございます。ケルベロスは3つ頭を持ってまして、冥界に死者の魂がやってくると冥界へ通すんですが、冥界から逃げ出そうとすると加えてむさぼり食っちまうと、地獄の番犬とはよく言ったもんでございます。今回勉強したケルベロス認証はどうなんでしょうね。ケルベロス認証で認証情報を確認して、認証情報が正しければ中に通してあげる。頭が3つあるって特徴も KDC、AS、TGS が該当するって考えると、あ、なるほど、よくできてるじゃありませんか。ケルベロス認証、実際のケルベロスともちょっと近いのかもしれませんね。それではお後がよろしいようで、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。